皆様こんにちは、ファイナルファンタジー14でサウンドディレクターをやっております、ソケンと申します。この度はですね、ファイナルファンタジー14オリジナルの LP ことレコードが作られましたということで紹介したいと思います。4枚組のボックスセットになってまして、中身がですね、新生オールズや蒼天のイシュガルド、グレンドリベレーター、漆黒のヴィランズという絵になってまして、中身も、各長版ごとの、代表曲をまとめてある形になってます。で、今回ですね、ジャケットの絵なんですけども、こちら書き下ろしで、今回のレコード版書き下ろしの絵になってまして、黒い森さんというイラストレーターさんが描かれたオリジナルの絵になってます。見てもらえば分かると思うんですけど、めちゃめちゃいいよね、これが。レコードの醍醐味としてやっぱね、もちろん聴く音楽商品なんで聴いて楽しむっていうところもあるんですけど、ちょっとしたポスターを飾るようなことができるんですね、レコードだと。俺の顔よりでかいでしょまあね、こう絵としてこう飾っとくことができるっていうのは結構レコードの特徴といえば特徴なんじゃないかなというふうに思ってます。で、今回絵に関してはそのちょっとクラシカルな温かい絵に仕上がってるっていうところがポイントですね。ということで、各レコードは、単品でも購入できるんですけども、4枚セットだったボックス、こちらの方、専用のこうハードケースもついててお得になってる。もしよかったらこっちの方がいいんじゃないかなっていうダイレクトマーケティングでございました。で、レコードプレイヤーなんですけども、もちろんレコードなんでレコードプレイヤーないと聞けないよっていうことなんですけど、そこはですね、この収録内容と同じ内容の MP3 データを聞くことができるんで、レコードプレイヤー持ってない方はまあ飾った上で音は MP3 で楽しむっていうこともできます。まあ、レコードの紹介は以上なんですけど、お前どこにいるんじゃい、いつもと違うじゃないかっていうことなんですけど、ファイナルファンタジー14でオリジナルサウンドトラックを作ったり、それからアレンジメントアルバムを作ったり、全てここで作ってますという、スタジオが東京某所にございまして、名前をバーニーグランドマンマスタリングスタジオ東京、合ってる？で、そこに、今日実はまた来てて、ここでどういう風にこのレコードが作られたのか、また今までどういう感じで、オリジナルサウンドトラックが作られてきたのかっていうのをちょっとこうお話しできたらなと思っております。先ほども言いましたけども、今日はバーニーグランドマンマスタリングに来ております。いつもここでは今まで出たファイナルファンタジー14のオリジナルサウンドトラックとか、それからアレンジメントアルバムとかを作ってるんですけども、いつもその時に必ずこの人の手を、返して音を仕上げてるっていう、もうなくてはならない方を、紹介したいと思います。バーニーグランドマンマスタリングの前田さんです。イエーイ、ありがとうございます。前田でございます。今日は記念 T シャツ着ております。もう なんかビリビリになってるこれ何年前のやつですか？もう何年になる？ 10年？もう9年だ。2014年かなんかの時だった。だから今年で7年か8年前のやつかな、うん、まあ2回しか着ません。だって俺ももうどっか行っちゃったもん、うん、すごいんですよね、持ってたっていうのが、うん、すっかりそのファイナルファンタジー14のオリジナルサウンドトラックとか、そのアレンジメントアルバムはそのブルーレイディスクミュージックっていう方式を、まあここで初めて作ってそのままやってるんですけど、まさにゼロから作ったのがもう前田さんになるんですよね。そうですね、作ろうっつって頑張って作ったね。頑張って作って、うん、もうドンピシャにハマったね。そうですね、コンテンツとしてこんなにハマるものがなかったぐらいでハマったね。やっぱゲーム作品との親和性って結構高いですよね、うん、映像があって、うん、それにハイレゾの音を合わせてっていうのが結構、ね、プレイ画面とかね、みんな楽しんでもらって本当に良かったと思う、うん、でここのスタジオの、素晴らしいところというか、僕がその一番気に入ってるのはやっぱその前田さんの腕と
それからここにあるその、まあ、機材セットというか良い音を届けるための必要条件が全て揃ってるスタジオというか、あのいい音って機材だけでもできないですし、やっぱそのエンジニアの腕っていうのにものすごく左右されるん でなおかつ作品のこと分かった上でお客さんに何を届ければいいのかっていうのを分かってくれないといい音楽商材って作れないんですよ。なんでそこを前田さんはやっぱ分かってくれてるんで、今までこうねずっと一緒にやってこれたなっていうのが、うん、楽しいね、うん、あります。でここにある機材とかこれも全部あの世に売ってないこのバーニングランドマンマスタリングオリジナルのマスタリングの機材なんですよ、うん、結構デジタルの世代だし、そのデジタルデータの世代だから、例えば USB ケーブルを1個変えたぐらいでデジタルのデータなわけだから音なんか変わるわけないじゃんって僕は思ってる派なんですよ。だけど実際こういうちゃんとこうメンテナンスされた素晴らしいスタジオでUSB ケーブル1本変えると音が変わるのが分かるんですよ。このスタジオって一番最初あのハードディスクに付属してたケーブル持ってたんですよ。それで前田さんがこれじゃいい音ならないから俺の持ってるやつで変えていいって言ったから、うん、いやいや USB ケーブルで音変わるわけないやんっつって半信半疑で聞いたらマジで音変わったんですよ。でそれからこのおじさん信じることにうさんくさいねよく前田さんがあのサントラ出すときにやってるんですけど、普通ってマスタリングっていう作業があるんですね。通常 あのサントラック作るときにそれは、音量の調整だったり、それからアルバム通して聞いたときにあの気持ちよく聞けるように各曲のバランスちょっとこうここでいろいろいじったりっていうのをするんですよ。でそれはいつも曲前にすごいみっちりやるんですけど、通常工程だったらディスクに入れるために一回その書き出しって言ってレンダリングみたいな作業をするんですけど、前田さんはその1工程ですら音質が損なわれるのは嫌だっつって、なんかね流し込みからそのディスクに入れるのを一回でやりたいっつって、なんかミスすると全部やり直しなんですよ。めんどくせえんですよでもそれぐらいね毎回そう音こだわってね、でも本当それぐらい手間暇かけていつも作ってる。すごい丁寧にやってる前田さんが、もうだからかれこれもう15、6枚前田さん作ってきて、前田さんが今回アナログ作るって言ったら、ほんならもうその本国のバーニーに頼もうっていうふうにおっしゃってくれて、あれ何のきっかけでそうなったんですかね。アナログ作ろうって言われたらもうとりあえずうち使ってみたいな感じでただあのね、信頼度が違う。この辺あのねアナログカッティングって要するにこうプラスチックラカワンっていうのはプラスチックのところに削るわけじゃないですか、バーって溝を。芸術そこは彫刻、それがやっぱり上手い人と下手な人はやっぱり運転が下がる。それが音質に直結する直結する、うん、トレースするからね針が。そっか、うん。で今回もやっぱレコード作るときはどうせその作るならば14だしこれはいい音にしないとみたいな、ね、全力でもともといい音で前田さんがあの仕上げてくれた音があるんで、それをなんかね適当 なんか感じでできないじゃないですか。いつもねあのね採算度外視でやってもらってですねねバーニーさんだよね綺麗だね。これが中身、うん、これほらこうやってカッティングしてるじゃん、私あのバーニーがサインしてるんだね。え、そうなんですか。そうそうそう、これバーニーのサイン。あ、そんなのあるんだ、うん、そう、大体アナログ切るエンジニアさんは自分のサインを残す、うん、あ、そう、うん、じゃあこれバーニーグランドマンのサインってことだ、うん、すげえな。これだけでも価値あるじゃないですか。じゃバーニー来たよっていうね、うん、そう、国内でねバーニーグランドマンって言ったら業界ではもう知らない人いないですよ。で、その前田さんがこの人だったら信頼できるって、そのバーニーさんにわざわざ信頼できるっていうのが、ね、師匠かトップトップアナログキャスター買ったうちにないよ、まあ、そうですよ、ね、うん、僕もそう思うっすよ、うん、でその人のサインが入っちゃってるっていう、うん、なんか14は恵まれてます ね、うん、そういう意味ではありがたいですね、本当、うん、ありがたい、うん、
そういうメディアを14のプレイヤーさんたちがちゃんとね聞いてくださってて、うん、理解してくれてるからね、理解してくれて楽しんでくれてるから、うん、だからこういう作品がまた次に作れるっていう、本当お互いなんかウィンウィンというか、うん、そうね、なかなか我々としても嬉しい。レコードが出るってなんかやっぱ音楽制作を携わってる人間としてはなんかね嬉しいんすよ。うん、そういえばなんですけど、そのここバーニーグランドマンマスタリングっていう名前じゃないですか、うんうん、で前田さんはそのバーニーグランドマンマスタリングっていう名前を使ってここで東京でやってるわけですけど、うん、そのバーニーグランドマンさんと前田さんのその馴れ初めというかはどういう感じなんですか。そもそもどこでどう知り合ったかとか教えてもらって。スタジオに座り込み。どういうこと。スタジオに座り込み、弟子にしてくださいって。それはなんかバーニーさんの音を聞いてやべえみたいな感じになったんですか。やべえっていうか、もともとは日本でやったのね、まあ、ポリドルっていう会社で。あ、前田さんがね、うん、やってたんだけど、ひょんなことにあユーミンを聴く機会があってポンって。あ、ポリドルでね、マスターエビさん、うんうんうん、なんでこんなにいい音できるんだろうと思って調べたらバーニーグランドマンさんだったのね。あー、なるほど、うん、あこの人に、ま、学ばないとダメだろうと思ってバーニーグランドマンに行ったの。それもいきなり行ったっすか。まあ、いきなりロスに入ったんだけど、でいきなり行ったけど最初はバーニーグランドも知らないし、まあ、レコーディングエンジニアとして日本でやったからレコーディングの知識があったから、うん、モグリでスタジオに入ってたまたまそこに来たエンジニアがバーニーでマスタリングするって言うからそれについて行って、おと、まあ、日本から来たんだけど実はマスタリングしたい、マスタリング勉強したいってバーニーになって、でバーニーに一言、レコーディングの方が楽しいぞお前はって言ってでどうしたんですかそれで。そんでバーニーが俺は土日は一人で働いてるから、うん、それなら来てもいいよって言われて、勝手に来ていいよ、うん、要は教えるとかじゃなくて見に来る分には勝手にしてもらっていいよっていう、うん、ああなるほど、で来ますっつって、うん、それから1年間毎週土日になんかそこでだからいい音を感じる、うんうんうん、ことができる、体験するってことね、うん、それはなんかいい音聞いてないと本当にいい音なのかどうかって分からない、うん、それだけこだわって作れる、しかもそれをこうむちゃくちゃ言っても何とかしてくれるっていうところが、うん、このバーニーグランドマンマスタリングの前田さんだったんで、大好きだからねそういうのマゾなんじゃないですか。いやでもマゾマゾ、ま、まあマゾとマゾイ、我々マゾイですよ、うん、でもなんか楽しんでくれればいいですよね、うん、でね、いや大きいしね、楽しむこと楽しむ、ね、レコードだからレコードプレイヤーで聴かなきゃって、まあ、もちろんレコードプレイヤーで聴いてくれた僕らもすごい嬉しいし、そのバーニーグランドマンの音っていうのをダイレクトに味わえると思うんですけど、でもねいいですよ、このジャケットを見ながらあんなことあったなこんなことあったなっていう風に楽しんでもらえば全然僕らはウェルカムなんで、うん、いろんな楽しみ方してもらう。音楽なんて階層だからね。そうなんですよね。あだったあの冒険がどうだったってみんな光の選手たちがね、そうなんです、やってくれるっていうのは、音楽が主役じゃなくて皆さんの体験が主役なんで、そこはあいつとフレンドになったみたいな。そう、そうそう。オンラインはそこがねあるのが楽しいですよね、うん。あそこで喧嘩したなとかね、その辺を思い出してくれればなと思います。ちょっとそう以前アナログの素晴らしさみたいなのを前田さんに教えてもらったことがあって、この音を聞いてごらんっつって聞いた、まあ、音源がね、うん、あって、それはねもうねめちゃくちゃいい音だったから、これはサンプリングレートいくつなんですかみたいな話したら、違うよこれレコードだよって言われて、レコードって極限までそのいい音にしようとするとハイレゾとかそういうのもなんか全然もっと違う次元の音するんですよね、うんうんうん、家に昔のクラシック のレコードとかめちゃくちゃたくさん実家にあるから、それは結構聞いてたんですけど、なんかねそれとは全然違う、なんだろうこんな音鳴るんだレコードっていうのねあるんですよ。で今回多分ねその音になってんすよ、なったね、いい機材持ってるとかいい環境が持ってるっていう人がいたらそれも楽しめると思うんで ね、うん、それ楽しんでもらいたいなというふうに思います、うん、どんな風に楽しんでくれるのかね、うん、逆に我々も楽しみです、ね、知りたい知りたい、ね、うん、どんな風にやってるのかね、もうだから再生してるとこ動画とか撮って、あ、そうですね今から針落としますみたいなくれぐれもこうしないようにね
そういうレコードじゃないか。前田さんからこのレコードを手に取ったユーザーさんに対して、なんかこういう風に楽しむといいよみたいなおすすめとかありますか？特殊だからね、やっぱりアナログっていうのはね、なんで最初は取っかかりとしてはアナログプレイヤーを買うっていうところから始まってしまうと思いますが、持ってる人は持ってる人で楽しんでくれるだろうし、でもそれをしたからといって全く損にならない。でいろんな、まあ、アナログこんだけ今世間が多くリリースしてるから、いろんなものを楽しめるし、これからねスクエアエニックスさんでもどんどんタイトル14も含めてね、どんどんタイトル増えていくだろうから、またそう BDM やった最初にやったようなところからまた派生していくんじゃないかなと思ってて、このレコードっていう形は、ね、うんうん、なのでぜひ手に取って楽しんでもらえればいいなと。了解です、うん、で僕からですけど、まあ、あのメディアの形はいろいろあれど、とにかく我々はメディアに対してやれることを全力でいつもやってるんで、まあゲーム制作もそうですけど、ゲーム制作もみんなが楽しんでくれるように何をすればいいのやらっていうところを全力でやってるんで、今回のレコードに関しては、見てもそれから音聞いても最高品質を目指して頑張って作ったので、まあいろんな楽しみ方できると思うんですけど、皆さんそれぞれの楽しみ方でこの新しいレコードっていうメディアをね、まあ古いメディアなんですけど、そのメディアをまあ新しくまた楽しめる人がちょっとでも増えたらいいのかなっていうふうに思ってますけども、さっきも言ったように、あのもちろんアナログプレイヤーで聞いてくれれば嬉しいですけど、別にそれマストじゃないんで、まあこれを買って見て楽しむでも全然いいし、こういうレコードの魅力っていうのを皆さんがに伝わって楽しんでくれればいいなっていうふうに思ってます。アナログってめったに触れる機会ない方もきっと多いと思うから、これを機にね、なんか楽しんでくれるといいですよね、うん、アナログプレイヤー持ってないのにじゃあいいやと思っちゃってる人、うん、でもこれ欲しいと思うんですよ、これはね、うん、物理的に、ね、物理的に、うん、そこは思い切って買った方がいいね。そうね、うん、絶対ね、そんなないもん、そこそうないのよ。しかもねアナログって価値落ちない。そうね、 CD と違って、そうね、もうだからこれデータじゃないから、ね、うん、数年したら高く売れるから。それまあ悪徳商法みてえじゃん、なんかさ。